2022年の年末に立ち上げた60センチ水槽です。1ヶ月が経過し、こんな感じになりました。この1ヶ月間のうちに追加した水草があったり、ありえないミスをしたりといろいろありましたので、経過報告させていただこうと思います。ありがとうございます。いまちです。チャームで買った保温スタンプウッドを使って立ち上げた60センチ水槽です。前傾層にグロッソスティグマを植えて、ミクロソリウムを入れたり、オレンジミリオフィラムを入れたり、グリーンラガーとかルドイジエニードルリーフを入れたりしてます。立ち上げてすぐはこんな感じだったのですが、立ち上げから10日後の様子がこちらです。オレンジミリオフィラムだけ伸び方がすごいです。実はこれ、他の後継層は水上用を植えていたんですが、ミリオフィラムだけ水中用を買ってたんですよね。その差が歴然と現れたということだと思います。そしてこの時点ではグロッソスティグマが上に伸びようとしています。いわゆる立ちグロッソというやつで、このまま成長されると不格好になってしまいます。立ち上げ初期はどう頑張っても水草の成長が鈍いので、ライトの点灯時間も短めに、光量も弱めにしていたんですが、この辺りから光を強めに当てることにしました。アクアリウムを始めて1年、ちょっとだけこういった加減が分かってきたような気がします。ただ別の問題があって、グロッソとは打って変わってグリーンのタラがホップを始めてます。グリーンのタラは縦に伸びて群生すれば綺麗なはずなんですが、どうもホップしたがる傾向にあるみたいで、実は育成が難しいと聞いたことがあります。なのでとりあえず切ってみることにしました。切れ端は適当に差し戻しておきます。さらに5日が経ちました。ミリオフィラムの猛威が止まらないので、立ち上げから2週間ちょっとですが、早速トリミングすることにします。ミリオフィラムって初めて購入したのですが、こんなに存在感ある水草だと知らず、増えすぎると水系に圧迫感を与える気がしたので、もったいないですが切った水草は処分しました。随分と時間が経過してしまいましたが、これが立ち上げから37日後の状態です。ガラス面の苔くらい取れよと言われそうですが、なかなかよく育っていると思います。実はこの水槽を立ち上げてから初めて ADA の液肥を使用しているんですよね。 ADA の液肥は成分ごとに4種類販売されているんですが、水草の植栽から2ヶ月くらいまではカリウムを補填するグリーンブライティニュートラル系と、微量元素をバランスよく配合したグリーンブライティミネラルの2種類を添加すると良いそうです。なので4種類の液肥を全部買ってみたものの、1ヶ月くらい経った今も窒素を補給するニトロと鉄分を補給する亜鉛は全く減っていません。あれ、ニトロがめっちゃ減ってますね。1ヶ月の間ずっと間違えて使っていました。水槽の上に液肥を置いて得意げに撮影していたのは液肥を買ったばかりの頃です。この時から間違えていたんですね。1ヶ月間不要なはずの窒素を与え続けていました。実際のところカリウム不足になっていたかどうか分かりませんが、全然カリウムを与えられていませんでした。そんな中でよく頑張って育ってくれたと思います。特にキグミーチェーンサジタリアは勢いがあってすごく良いです。1ヶ月以上経ったということで、少しだけ水草を追加します。まずはテンプルプラントナローリーフ。テープ状に伸びる水草で割と丈夫だそうです。続いてグリーンのタラ、こちらは水中用です。グリーンのタラにはもっと群生してもらいたいので追加で購入しました。
テンプルプラントはグロッソスティグマとグリーンの柄の境界線の役割をしてもらいたくて植えました。そしてクリプトポリネルケースも追加します。これはずっと気になっていた水草で、本当は立ち上げのタイミングで植えるつもりだったのですが、その時は買えなくて断念していました。クリプトは溶けるのが怖いんですが、根っこさえ大丈夫なら再生するはずなので、気長に成長を見届けます。そしてミクロソリウムトライデントミニを追加。流木の都合上、左右対称の構図っぽくなってるので、水草の種類でメリハリをつけようという算段です。そして最後に追加するのがオーストラリアンヒドウコティレです。ちなみにこれはエディエのワビクサです。オークロはめちゃくちゃ好きなんですが、一度もうまく育てられたことがなく、苦手意識しかありません。水が安定してきた今ならいけるんじゃないかと思い導入しました。ずいぶん前、東京のパウパウアクアガーデンでオークロが綺麗に茂っているのを見てから一目惚れし、店員さんに聞いたらアビクサを入れてるだけですよって言ってたのが今も頭に残っています。ということで、60センチ水槽の結果動画でした。液肥添加のトラブルはありましたが、今のところ自分としては珍しく順調に来ていると思います。もうちょっとモサモサにしていくつもりなので、また動画で結果報告いたします。それではご視聴ありがとうございました。